ウィチタレコーディングスは、イギリス・ロンドンに拠点を置く、インディペンデントレコードレーベルである。主に、インディーロックバンドが多く所属している。クリエーションレコーズのスタッフだったマーク、ボーエンとディック・グリーンの二人によって2000年に設立された。流通は2011年からピアスが行っている。2000年、ロンドンで設立。レーベル名は、グレン・キャンベルのヒット曲。 ウィッチタラインマンから取られた。レーベルの最初のリリースは、ブライトアイズのサードアルバム、フィーバーズミラーズだった。またレーベルの資金で制作した、最初の作品は、ザクリブスのファーストアルバム、ザクリブスで、小さなスタジオを3日間借りて2000ポンドほどで作った。過去にブライトアイズ、マイモーニングジャケット、ヤーヤーヤー,ヤーズといったバンドのライセンス版のリリースを、 行い、やがて所属する、ブロックパーティ、ー、ザ・クリブス、ピーター・ビヨーノ&、ジョンなどが次々と成功を収めた。かつて契約していたアーティストを含む。ありがとうございます。